こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は西本隆選手を知っているか？あまり知らないね。どんな選手なの？江川卓選手と共にエースとして巨人の一時代を築き、エース級としての活躍に加えて、星飛雄馬張りの左足を高く上げるダイナミックな投球フォームでも人気だった選手だぜ。江川卓選手と同格ってことはかなりの選手だったのね。そうだぜ。投手最多タイ記録となるゴールデングラブ賞を8回受賞しているしな。スター選手じゃないの。その西本選手がどうかしたの？野球選手の引退試合ってどんな感じか霊夢はわかるか？わかるわよ。よくシーズンの終盤に公式戦なのに引退試合として選手が出場していたりするよね。そうだな。偉大な選手が引退を決断した時、球団関係者にシーズン中の公式戦で引退試合を用意してもらうことが日本球界の流儀となっているんだけど、西本選手が引退を決意した時はチームは優勝争いの真っ只中だったから、引退試合を用意されることなくシーズンを終えてしまったんだ。ここまで頑張っていたスター選手がそんな終わり方ってなんだか悲しいわね。西本選手を慕っていた戦友や取材陣が西本選手のために奔走し、名選手の引退試合にしては殺風景な軟式野球グラウンドで、引退試合は開催されることとなったんだぜ。そこまで慕われるってすごいことよね。野球の上手さだけじゃなくて、人柄も良かったんだろうね。西本選手は長嶋茂雄氏と師弟のような関係だったんだ。西本選手を慕っていた人たちはもう一度長嶋氏と共に野球をしてもらうために奔走していたんだ。そして1995年1月21日、巨人の二軍球場であった玉川グラウンドのマウンドで、監督と現役選手の夢の対決が実現したんだ。ファンに囲まれての引退試合ではなかったけど、西本選手を思っている人たちとの引退試合は別の良さがあったんじゃないかしら。そこで今回は、西本選手の引退試合で長嶋茂雄が見せた最高のサプライズについて紹介していくぜ。どんな出来事があったのか楽しみね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。西本選手は1974年に愛媛松山商業からドラフト外で巨人に入団したんだ。11月の読売ジャイアンツ新入団選手の発表の場で記者とファンにお披露目となったんだぜ。後の名投手がドラフト外だなんて、プロ野球のスカウトたちは何を考えているのかしら。新入団選手の発表の場で、その年入ったルーキーたちと、その年から監督に就任した長嶋監督は写真撮影をし、これからの活躍を誓ったんだ。ルーキーたちがプロに入ってからの抱負を宣言するシーンはいつ見てもドキドキするわよね。その写真は、この年ドラフト1位で入団した、同学年の佐岡昭治選手と長嶋監督を中心に撮影されたもので、甲子園の出場もなく、まだ何の実績もない西本選手は一番後方に位置し、長嶋監督の目に入るような選手ではなかったんだ。スカウトの人たち、何を考えているのかしらとか言ってごめんなさい。甲子園にも出場していなかった西本選手を見出してプロへと導いてくれていたのね。そして1975年シーズン、長嶋監督就任1年目は球団史上初のリーグ最下位に沈み、西本選手の出場もなかったんだぜ。そして、西本選手はなんとか監督から使ってもらいたいという気持ちから、持ち前の我慢強さと練習量で、3年目からようやく一軍に定着したんだ。期待されているドラフト内の選手よりも、相当な努力があったんじゃないかしら？そうだな。西本選手の凄まじい努力を目の当たりにしていた長嶋監督は、先発、中継ぎ、抑えと様々なポジションで西本選手を登板させたんだ。そして西本選手は巨人のエースへの階段を上り始めたんだぜ。ここから西本選手の活躍した話が聞けるのね。プロの世界はそんなに甘くないんだぜ。どういうこと？翌年の1978年に江川卓選手が巨人に入団したんだ。これで西本選手の野球人生が一変してしまうんだぜ。江川選手は相当なピッチャーだものね。一軍に定着した西本選手がレギュラーから降格させられたとか？いわゆる、江川事件ってやつだな。江川事件？空白の一日として、今なおプロ野球界の伝説として残る事件だぜ。なんだか名前だけは聞いたことあるけれど、昭和の怪物と称される江川選手は栃木県の野球の名門、作新学園のエースとして、甲子園の選抜大会に出場し、大会記録となる60奪三振を記録したんだ。その後、法政大学に進むと、1年生からエースを任され、大学通算で47勝を挙げ、奪った三振443個は、当時の奪三振記録でとにかくとてつもない実績だったんだぜ。どのチームも喉から手が出るほどの選手だったのね。こうして迎えた1977年のドラフトで最大の目玉となった江川選手は、
当時福岡に拠点を置いていたクラウンライターライオンズが交渉権を獲得したんだぜ。でも、肝心の江川選手がセリーグ球団への入団にこだわって、堅くなに入団を拒否したんだ。何それ？昭和の怪物とか言われて調子乗ってたのかしら？結局、江川選手は出身母校の作新学院職員としてアメリカに野球留学をして、プロ野球浪人の道を選んだんだぜ。そして、翌年のドラフトで巨人に選ばれたってことね。それが、少し違うんだ。当時の日本プロ野球協約では、交渉権を獲得した球団は、翌年のドラフト会議の前々日まで交渉が可能だったんだぜ。そんな、制度に目をつけた巨人はドラフト前日に江川選手と直接交渉して入団させることに成功したんだ。それ、ルール違反じゃないの？モラルの問題はあるけれど、ルール違反ではなかったんだ。それで、空白の1日って言われているのね。そこまでして獲得した江川選手を巨人も使わないわけがなく、苦労して巨人の先発ローテーションをつかみかけていた西本選手は、無条件でローテーションの枠を与えられた江川選手に納得いかなかったとも後に語っているぜ。それはそうよね。いくら実績があるとはいえ、プロでの実績は西本選手の方が上でしょ。ただ、それでも西本選手は努力を続けたんだぜ。着々と力をつけ、江川選手とライバル関係になり、西本選手は江川選手との二枚看板とまで言われる選手に成長したんだ。私は江川選手より、西本選手の方が好きになったわよ。そんな活躍している最中の1979年、西本選手はプロ生活5年目の時、試合に出場したものの、突如コントロールを乱しフォアボールを連発してしまうんだ。西本選手の乱調で試合は崩壊してしまったんだぜ。誰にでも不調の時もあるわよね。でも、なんでいきなり不調になってしまったの？西本選手はその日の夜、長嶋監督に呼び出され、往復ビンタを食らうんだ。不調だからって何もそこまですることないでしょ。なぜ逃げるんだ？撃たれて命まで取られるのか？あらら、これは相当ご立腹ね。不調のせいで怒っているんじゃなくて、バッターから逃げていた西本選手に怒っていたのね。後にあの日の出来事を西本選手はこうコメントしているぜ。僕は監督のあの手のひらによって目覚めさせてもらった。あれがあったから大きくしてもらったという気持ちが心の中に残っています。長嶋監督はいつも自分の中にいて、一度も頭から離れたことはありません。まさに、愛の無知だったのね。今の時代だとパワハラだって責め立てられるけれど、西本選手の心には響いたのね。そうだな。暴力による教育が良いとは思わないけれど、そうすることで伝わることもあるのかもしれないな。私は絶対に嫌だけどね。今度、ふざけていたらビンタしてやるよ。やめて。そこから振り切れたように、西本選手はライバルの江川選手と競り合いながら活躍していったんだぜ。そして長嶋監督は1980年に監督を辞任し、藤田元氏に監督を譲ったんだ。長嶋監督がチームを率いていたのはそんなに長い期間じゃなかったのね。それからも西本選手は江川選手と共にチームのエースとして活躍を続け、投手タイトルの中でも最高峰の栄誉である沢村賞も受賞したんだ。もちろん西本選手の才能があってこそだけど、努力は必ず報われるっていうサクセスストーリーね。その後中日、オリックスと2球団を歩き渡り、トレードで中日に移籍した初年度は、自身初となる最多勝投手にも輝いたんだ。実力をつけた西本選手はもう止められないわね。1994年、オリックスを退団した後、古巣である巨人の入団テストを受けて見事合格し、前年監督に復帰していた長嶋監督の下で再び野球をやることになるんだ。巨人と長嶋監督に育ててもらった恩を返すつもりだったのかしら。そういうのもあるかもしれないけれど、愛着のあるチームで、育ててもらったファンと共に引退を迎えたい選手は多いんだぜ。それもプロとしても実力があってこそチームを選べるんだけどな。西本選手ぐらいになれば当然チームを選べるよね。この時与えられた背番号は慣れ親しんだ26ではなく、長嶋監督が第一次政権の際につけていた90だったんだ。監督が選んだの。この番号は現役選手がつけるような番号ではなかったんだけど、この番号をもらった時、西本選手は長嶋監督の配慮に涙したらしいぞ。監督も粋な計らいをするわね。ただ、もう一度あのマウンドで投げたいという思いとは裏腹に、西本選手は一度も一軍で登板することなく、この年に現役引退を決断するんだ。なんで？プロテストにも合格ってことは実力もあって、ファンも登板を楽しみにしていたんじゃないの？後に長嶋監督はシーズン中に西本選手の引退登板の機会を与えてあげられなかったことを悔やんでいたらしいな。やっぱり優勝争い中に投げられるほどのコンディションではなかったのかしら。
それもあるだろうな。西本選手の引退試合は中日ドラゴンズと最終戦まで優勝争いをしていたこともあって、シーズン中に行われることなかったんだ。ところがシーズンが終了して年が明けた1995年1月、玉川グラウンドには西本選手を含む多くの選手が集まり、ファンも約3000人ほど集まったんだぜ。ファンもそんなに集まったのね。それが、西本選手の引退試合ね。その通り。西本選手は巨人に復帰した際、勝ってもう一度監督と握手がしたいと語っていたんだ。そんな思いを知っていた。佐田お菓子や取材者たちが発起人になってこのイベントが開催されたんだ。監督もチームメイトも巨人にはなんて、熱い男たちが集まっているのかしら。ただ、有志たちの心意気での開催ともあり、巨人の本拠地の東京ドームでの開催は現実的ではなかったんだ。そこで、かつて江川卓、中畑清、篠塚和則などのレジェンドたちと、汗水垂らした思い出の地である玉川グラウンドでの開催となったんだぜ。開催してくれて、ファンが集まるだけで、西本選手は嬉しいだろうね。巨人が離れた後、玉川グラウンドは軟式球専用のグラウンドになっていて、公式球での試合はできなかったから、試合自体は軟式球で行われたんだ。試合後に公式球を使って19のピッチング、いわゆる10カウントを行うことで、有終の美を飾ってもらおうということになったそうだぜ。段取りもしっかりしているわね。対戦相手となったのは、すでに現役引退していた佐田岡選手率いるサダーズ。一方、西本選手の後ろを守るのは、巨人時代のチームメイトである桑田真澄、宮本和知、村田真一、河合正広、屋敷要や、中日時代のチームメイトである中村武史、与田剛、立浪和義、山本明などそうそうたるメンバーが名を連ねたんだ。西本選手がみんなから愛されていた証拠ね。そして、この試合の始球式に登場したのが長嶋監督。その後は、ベンチで西本選手の最後のピッチングを見守ったんだぜ。そして最終7回、私服で来ていた長嶋監督はおもむろにジャンパーを脱ぎ、セーター姿で打席に向かい始めたんだ。まさかの私服だったのね。この日、球審を務めていた平光清氏がいきなり、バッター、長嶋。そう告げるとグラウンドに来ていた3000人のファンがどよいたんだ。西本選手は驚きの表情をしたまま、長嶋監督に渾身の一球を投じたんだぜ。長嶋監督ってもうプレイできる年齢じゃないんじゃないの？フルスイングした打球はボテボテのゴロでサードを守っていた桑田選手が捕球しファーストへ送球するも、長嶋監督は全力疾走で駆け抜け、判定はセーフだったんだ。いや、きっと打つんかい。まさか、打席に立つとは思っていなかったね。想像もしていなかったし、まして私服でしょう。長嶋さんが私服で打席に立ったのはあれが最初で最高なんじゃないかな。とにかくぶつけちゃいけないと思ってまっすぐを軽く投げたんだけど、打ってもらった方がいい。当ててほしいと思って投げたのは初めてでした。今、思うといろんな思いが込められた一球だったな。成長させてもらって、テストを受けさせてもらって、引退試合に花を添えてもらった。長嶋監督で始まったプロ野球人生を、長嶋監督で終わらせてもらった。感謝の気持ちがこもった一球だったよ。西本選手の感謝の念もプロ野球人生を振り返りがすごいわね。そして試合が終わり、西本選手は長嶋監督と固い握手を交わし、巨人に復帰した時の監督ともう一度握手したいという夢を叶えて、正真正銘19年間のプロ野球人生に幕を閉じたんだ。霊夢は今回の話についてどう思った？自分で野球人生に幕を下ろせる選手は多くないだろうから、そういう意味では公式戦での引退試合とはならなかったものの、これだけの仲間とファンが詰め寄って引退試合を行ってもらえた西本選手は、幸せな野球人生だったんじゃないかな。そうだな。ファンのみんなもこの話で胸が熱くなっただろうな。今回の件についてのみんなの感想なんかもコメント欄で教えてもらえると嬉しいぜ。いかがでしたか？この動画を楽しんでいただけましたら、グッド評価をいただけると動画作りの励みになります。よろしければチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。